端末で利用中の Google アカウントのユーザー名を忘れた場合についてご説明します。お持ちの端末ですでに利用している Google アカウントであれば、本体で簡単に確認することができます。ホーム画面からアプリ一覧、設定をタップします。アカウント内にある Google をタップします。ここに表示されているアカウントがユーザー名です。続いて端末で利用していない Google アカウントのユーザー名を忘れた場合についてご説明します。ブラウザで Google のホームページ内のログインボタンにあるアカウントにアクセスできない場合をクリックします。ユーザー名がわからないを選択し、続行をクリックします。画面が変わったら予備のメールアドレスとアカウントの名前、表示された歪んだ単語を入力します。送信をクリックすると、予備に登録したメールアドレスにユーザー名が送信されます。Google アカウントのパスワードを忘れた場合についてご説明します。パスワードを忘れた場合、パスワードを再設定します。Google のホームページ内のログインボタンにあるアカウントにアクセスできない場合をクリックします。パスワードがわからないにチェックを入れます。メールアドレスを入力し、続行をクリックします。予備のメールアドレスが表示されるので、続行をクリックします。メールを送信しましたと表示されるので、届いたメールを確認します。届いたメールの URL にアクセスすると、新しくパスワードを設定できる画面が表示されます。同じパスワードを2回入力し、パスワードを再設定をクリックします。パスワードの再設定が完了しましたと表示されれば完了です。